マジで剣にしようか悩んでるユリアンだけ。まあ、やっぱ多様性の時代ですからね。言うんじゃない？今からサードのキャラ変えるのか、マジでちょっとどうなんてなってるから分からんけど、まあ、鉄拳気分で言うんじゃない？でも嫌いなんだよな、めんどくせんだよコンボが。さあパチ、ちょっと取られて、あもうちょっと安い反応マジでいいので、まあ、まことそういうタイプ嫌いなんですよね。見てんじゃねえっつって、そう中盤からさ、フォーレはイエサで、はい、ただいが危ない。あ、ちなみに勝利君来られたら辛く探しますからね。とりあえず駒投げしてもいいから。お、上手。さあ、飛んだところに中盤置きで早手成長と、しっかりゲージを払って、次のラウンドへ。さあ開幕第一レギフラヘル、さあ2回目しゃがみくらい、2回のね、なんか陣内ぐらいのテンションではいきますね。壊しに行く、中足バースト。すごい、なんか剣みたいな、一緒なんか押してる。 SA3 回で倒す。すごいな。剣かダットリーかみたいな。あー痛すぎ、マジ。光って突っ込んだのに。顔面ボコボコされたけど今。俺もそのシーン知らない。そんなことになるんや。パチーで、くぐるは前。そして、持ってる。ゲージがない。さあ、共にする。これは行きます。ここ中足回す、本当ですか。そして、パチかない、投げる。本当ですか、確認してますか、あれ。中田がパチかす。